茶つバイオリニストまいこがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのまいこです。緊急事態宣言が延長され、5月も全てのライブが中止または延期となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。それではマイラジオスタートです。はい、ということで1ヶ月経ちましたが、お元気ですか？私は元気にしております。最後にですね、ライブをしたのは3月27日の小岩のコチということで、こんなにね、長い間電車に乗らないということは人生で、初めてなんじゃないかなと思っております。でも今はですね、とにかく外出しないということを優先にこもっております。私の最近のというかね、自粛生活っていう感じなんですけれども、とにかく毎日規則正しくということと、その中のこうルーティーンで練習すれば OK かなという感じで、日々暮らしております。ちょうどですね、こういう事態になる前に右手のこうフォームの改善っていうのをしていたので、その辺は今のこの毎日練習できているので、そういう中で改善できてかなり良くなってきたかなと、思っております。4月ももちろん5月もですね、ライブとかこうツアーっていうのもたくさん予定していたんですけれども、その中で、中止というものもあるんですけれども、なるべく延期ということで、新しく夏以降とか秋以降ということで、スケジュールを今組んでいる最中でございます。音楽に関しても表現の方法とか、届け方みたいなものは変わっていく一面もあると思うんですけれども、私は今のところはこうやっぱりもう少し状況を見ながら、いろいろと模索していきたいなという、心境で日々過ごしております。そして、少し前にネットショップをオープンいたしました。早速ですね、お買い上げくださった皆さん、どうもありがとうございます。過去のアルバム、そしてポスターと T シャツですね。で、一番最新のものは、ポーチということで、いろいろとまた模索中なんですけれども、結構ね、CD っていうのは皆さんもお持ちかなと思ってたんですけれども、意外なことに、CD が一番の売れ筋だそうです。やっぱり種類が多いっていうこともあって、毎回ね、その全種類を持ち歩けるっていうこともなかなか少なかったので、ツアーとかね、特にそうなんですけれども、なのでそういう意味で、皆さんに聞いていただけたらいいなと思っております。今回はですね、ライブの近況報告ができないということで、せっかくね、こうしてネットショップも、オープンしましたので、今までリリースしたアルバムのことを一つ一つこう思い出しながら、制作の背景とか、あとまた印象深いこうエピソードなどを話していこうかなと思っております。まずですね、私のファーストアルバムを出すきっかけになった、アルバム、ギターの寺谷直くんの、アルバムの紹介なんですけれども、これは Night Music for You という2006年にリリースされたものです。このね、寺谷くんのアルバムをきっかけに、もう大変お世話になりました。レーベルサウンドフォルテ、そしてサウンドフォルテの小日向さんと出会い、ファーストアルバムをリリースできるということになりました。ちなみにね、この Night Music for You という寺谷くんのアルバムなんですけれども、すごく印象的だったのが、その演奏のことじゃないんですけど、この多分数日前にレコーディングの、寺谷くんが左手を骨折してギブスがなんかはめたまま録音したという、なんという強靭な心の持ち主なんだろうと思うんですけれども、もうそれが本当にすごく印象的でした。そんな風に全く感じさせないね、寺谷くんのスーパープレイをお聞き、いただけると思います。そして、そのサウンドフォルテ小日向さんとの出会いにより、私のファーストアルバム Trust Your Heart、こちらは2006年にリリース、しました。
自分としてはですね、なんて言うんでしょうか、まだちょっと早いかなっていう気が実はすごくしてて、やっぱりもちろんライブはたくさんやっていたんですけれども、まだね、なんかこう自信がないというか不安とかね、ある意味こう完璧を目指していた頃というかね、そんな感じで、あったんですけれども、そういう後押しがあって作れた一枚かなとすごく思っております。こちらは横浜のランドマークスタジオっていうスタジオで撮ったんですけれども、ピアノの新藤陽吾さんがサウンドプロデュース、してくださいました。ベースは佐世忠さん、そしてドラムスは藤井信明さんで、ゲストに、寺谷くんというね、メンバーでございます。まあ、新藤さんがですね、1枚を通してこう聴きやすいアルバムっていうコンセプトが強くあったので、それぞれすごくこうコンパクトにね、一曲一曲、まとめて何回でもこうリピートできるような、アルバムになったかなと思っております。ちなみにこのファーストアルバムの時は、いろいろな方からね、コメントをいただいたんですけれども、師匠であります寺井さんからも言葉をいただきました。で、その寺井さんからいただいたのはファックスでいただいたんですけれども、そのファックスは今でも大事に取ってあります。春風をね、すごく気に入ってくださっていたなと、覚えております。そしてセカンドアルバム、グローウィングカラーズライブアットモーションブルー横浜、こちらは2007年にリリースされました。ということで、ファーストアルバムの翌年、でした。まあ、初めてのライブレコーディングということで、私ね、もともとライブアルバムっていうのがすごく昔から好きで、いつか撮りたいなっていうのは憧れではあったんですけれども、なんせね、ファーストアルバムの翌年ということで、なんて言うんですかね、すごくこうプレッシャーもあり、あとやっぱ書き溜めてるオリジナルっていうのがないので、その短期間で書き上げなくちゃいけないっていうのがあったり、曲作りにももう非常に難航しましてね、まあ、あとはそういうプレッシャーもあって、すごい激痩せをしましたね、この時。今でもその時の写真を見ると、いや、すっごい痩せてるなって感じで、これはストレスできっとね、痩せたんでしょうね。そんな中でもう大緊張したんですけれども、モーションブルーという素晴らしい、ステージで、やらせていただきました。この思い出としては、当日はルベウススピリトゥスというね、私のオリジナル曲があるんですけれども、これを確か弾き直しっていうかね、アンコールで、もう一回弾き直して、それが採用されたような記憶があります。そしてサードアルバム、こちらはボイジャーですね、2010年にレコーディングしました。まあ、前作から、3年ですか空いてるんですけれども、この期間っていうのは自分の中でも、いろいろなこう変化があった時期だなと、覚えています。ちょうどそのアルバムをどうしようかとこう模索していた時に、ピアノの志向ちゃん、伊藤志向さんに出会いまして、その志向ちゃんとの出会いによって、曲作りとかこう音楽性っていうものにすごくこう刺激を受けて、変化した時に作った一枚です。でね、これはライブでよく志向ちゃんがネタでね、言ってるからご存知の方も多いと思うんですけれども、志向ちゃんはおそらくオリジナルを大半というか、オリジナルだけで行きたかったんだと思うんですけれども、私がどうしてもやっぱスタンダードを何曲か入れたいということで、彼もすごく忙しい時期だったんですけれども、真夏のね、渋谷のもう朝しか空いてないということで、朝に待ち合わせしまして、ミーティングをして、どうしてもこう、フライミートザムーンとオールザシングス、ユーアーを入れたいんや、とこう、志向ちゃんに、話した、記憶があります。そして、このボイジャーというね、アルバムにはもう一個こう、思い出がありまして、それはまあ、ジャケット写真の撮影なんですけれども、この年はですね、すっごい猛暑の年だったんですよね。で、その、真夏に撮影したんですが、横浜のね、大桟橋で、朝焼けをバックにということだったので、その前ですね、その深夜にですね、
森もっちゃんの美容院で髪を切って、そこで PV も撮り、アーシャも撮って、それで、横浜に移動しまして、ジャケット撮影したんですけれども、まあ秋のイメージだったのでトレンチコートをね着たんですけれども、そんな、真夏 の猛暑の中の撮影だったので、スタッフ含めみんな今思うと本当に、熱中症ギリギリだったんじゃないかなと思いますが、すごくこれも、いい思い出として、残っております。そしてフォースアルバムホープ、こちらは2012年に作りました。東日本大震災の翌年に作った一枚です。これはですね、震災を通して、音楽で何ができるだろう、そして自分はこう何を信じてるんだろうっていうのをこう自問自答して、でやろうと思って、決意して作った一枚になってます。ちょうど、このホープを作るちょっと前に、志向ちゃんとギターの宮野ひろきさんとの、トリオを始め出した頃で、すごくこうトリオのサウンドっていうのが音楽のこうエネルギーとかこう波動みたいなものを届けれると思って、このトリオで撮りました。ちなみにこのホープという曲なんですけれども、後にアカペラコーラスグループシュシュのアスカが詞を書いてくれました。この詞はですね、そのホープの特設サイトに載せておりますので、よかったら見てみてください。そしてこのホープというアルバムのエンジニアをしてくださったのはサックス奏者でもあり作曲家でもある日比野のりひこさんです。そして5枚目のアルバム、ドナリーですね、こちらは2015年の2月にリリースしました。このアルバムは私の15周年記念2ヶ月連続リリースの第1弾ということで作りました。この少し前にですね、ピアノのジェイコブ・コーラーさんと出会って、彼のコンサートへの、参加を通してなど、ご縁をいただきました。とにかく、ジェイコブの、アレンジがとても面白くて、かつ伝わりやすいなというのがありまして、上京当初に私がよく弾いていたジャズスタンダードナンバーを、ジェイコブの解釈でアレンジしてもらうというコンセプトで作りました。メンバーはですね、ジェイコブのその当時のレギュラーメンバーだったベースのパット・グリーン、そしてドラムスのデニス・フレーゼのトリオのメンバーと録音しました。そして2ヶ月連続リリース第2弾の6枚目ですね、ザ・デュオ、2015年の3月にリリースということで、こちらはピアノの志向ちゃんと撮った作品です。初めての全曲オリジナルアルバムということで、なんというか、なんかね、すごく嬉しかったですね。全曲こう自分のオリジナルでアルバムを作るっていう、作れたということとか、たくさんこう曲を書いてきてよかったなとか、いろんなこう気持ちで嬉しかったのを覚えています。で、こちらは、茨城にあります T トックスタジオでレコーディングさせていただきました。で、この中でですね、1曲、バイオリンソロをレコーディングしたんですけれども、このソロを録音したので、その後もソロを続けるルーツになったんじゃないかなとすごく思っています。ちなみにこの2ヶ月連続の2枚ですね、5枚目と6枚目のアルバムの、ジャケット写真のディレクションはボーカルの青木かれんちゃんにやってもらいました。この2枚のジャケットっていうのは今もとてもお気に入りでございます。そして7枚目、こちらはですねハイレゾのアルバムになるんですけれども、マイコミーツ岸野よしこ2つの個性が出会う時ということで、2015年にリリースされました。神楽坂のザ・グリーでのライブ録音となります。そして8枚目も同じく、ハイレゾの配信なんですけれども、神楽坂のザ・グリーで撮りましたマイコトリオライブ3ということで2016年にリリースされました。こちらの2枚はですねハイレゾですので、ダウンロード専用となっております。特設のサイトからダウンロードができます。そして9枚目、こちらはですね、6枚目のザ・デュオと同じく茨城の
ディートックスタジオで録音しましたソロ、2018年リリースです。まあ、このソロに関してはですね、まあ、ファーストアルバムの時と同じ感覚というか、ちょっと時期尚早かなと、少し悩んだんですけれども、まあ、まず第一期のソロの記録として、レコーディングをしようと決めた作品です。2日間のねレコーディングだったんですけれども、まあ本当になんというか一人旅をこうねずっとしているようなそんな感覚で、レコーディングしましたが、でもすごく不思議なことに、そのレコーディングの最中っていうのはこういつもこう一緒に音を出してくれる共演者のこう姿とか音っていうのをすごくこう感じながら録音、してましたね。すごくこう不思議な感覚だったんですけれども、そしてまあこの先は皆さんご存知の通り、ソロのこうリリースライブとか、ツアーを通してこうたくさんのこう学びとか、自分の気づきっていうものが、あったなと思っております。そしてもう一枚ですね、こちらは Songs in Memories、心に響く懐かしの名曲という、ピアノの中村陽子さんとのアルバムです。こちらはですね、4枚目のアルバム Hope のエンジニアでもあります日比野さんの新潟のご自宅で、陽子さんと撮った作品になります。陽子さんとは一時頻繁に、演奏していましたホテルのお仕事で、大変お世話になっていた方でございます。そしてその陽子さんと日比野さんっていうのは昔よくこう一緒にバンドでも、演奏していたというご縁がありまして、そういう話からやろうということになりました。こうやって振り返っているとたくさんのご縁がつながって作品をこう作って、そして届けてこれたんだなというふうに、思っております。やっぱりねそういうことをこう忘れないようにしていかなきゃいけないなと改めて今思っております。ウェブショップぜひよろしくお願いいたします。何かですねこんなグッズがあればいいなとかそういうのがあればぜひリクエストしてください。まあできる範囲にはなるんですけれども、またそんなリクエストもお待ちしております。マイラジオ、はい、ここからは YouTube 版だけの内容となります。ポッドキャストでは流せない音楽を流していきたいと思います。今月も私のフォースアルバム Hope から1曲お聴きいただきます。アルバムの2曲目、私のオリジナル曲で風音、バイオリン舞子、ギター宮野博樹さん、ピアノ伊藤志功さんでお送りいたします。お聴きください。
カザオとお聞きいただきました。マイラジオ YouTube 版では皆様のリクエストお待ちしております。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第351回、括弧 YouTube 版、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。